ステレオマイク、本名、ミハリス・エクサルホスは、ギリシャ・ピレウス出身のヒップホップアーティストである。MTV ヨーロッパ・ミュージック・アワードのベスト・グリーク・アクトの初の受賞者で、2011年には、ルーカス・ヨルカスと共にユーロビジョン・ソング・コンテストのギリシャ代表に選ばれ、2011年5月にドイツのデュッセルドルフで行われるユーロビジョン・ソング・コンテスト2011に参加し、 ウォッチマイダンスを歌う。1978年にギリシャのピレウスに生まれ、音楽教育を受けるために18歳で、ロンドンに移り、リーズ都市大学とウェストミンスター大学にて学ぶ。その後4年間で音楽技術の学士、音楽制作の修士の学位を受ける。このイギリス在住中、ロンドンのハックニーのバルトレコーズスタジオスのプロデューサーを務める。ここで、 カラシュニカウフ、ベリークルー、スキニーマン、タスコーホス、アイスバーグスリム、マイク GLC、JMC などのイギリスのヒップホップアーティストとの仕事を経験した。a m g レコーズのプロデューサーとしての経験もあり、同レーベルのイレーベル、モーマニーレコーディングスとステレオマイクの名で契約を交わす。その後2年の間にウェストミンスター大学で修士課程の学業を続けながら、 デビューアルバムを制作、録音した。ユニバーサルミュージックのライセンスにより、デビューアルバム、サッキラクル・ノーマズは、ギリシャで発売された。同アルバムには、反人種差別を歌った、王、アロース・ボビッシュや、アイポリスなどが収録されている。その後、ミノス・ EMI と契約を交わし、2枚目のアルバム、ズリー・サン・エイチが発売された。このタイトルは、ギリシャ語で、進化を意味する。 臭いラムダイオタクサイイータのリートである。2011年には代表曲 Watch m ダ Dance にてルーカス・ヨルカスと共にユーロビジョンソングコンテスト2011のギリシャ代表に選出され5月にドイツで行われる同大会に参加する。ウェストミンスター大学にて音楽の博士号取得に向けて研究を続けている。2005年にはマット TV 賞の 最優秀ヒップホップビデオクリップ部門に2008年には最優秀ヒップホップビデオクリップ及び今年のビデオクリップにノミネートされた。2008年に MTV ヨーロッパミュージックアワードにベストグリークアクト部門が創設されて初の受賞者となった。さキラクルノーマズ2005マットビデオミュージックアワーズズリー 3H2008 マットビデオミュージックアワーズ ユーロビジアンソングコンテスト2011ありがとうございます。